今週は8月29日と30日の話題を3つお届けします。まずはこちら、8月29日荒川自然公園で行われたバラの育て方講習会の模様をお伝えします。荒川区では都電荒川線沿線にバラを植えるなど花と緑のまちづくりを進めています。この講習会は区民の皆さんに家庭でもバラに親しんでもらおうと開催されたものです。講師は園芸研究家の渡辺久志さんです。これまで新しい品種のバラの開発や公園などのバラ花壇作りに携わってきました。この日、前半の座学ではバラを病気や害虫から守る方法や効果的な肥料のやり方などが紹介されました。後半の実習では秋にきれいな花を咲かせるための剪定を行いました。剪定は全体の3分の1程度、株の中心から見て外側に向いている芽の上で切るのがポイントです。参加した皆さんは渡辺さんのアドバイスを受けながらハサミを手にしていました。ちょっとうちにあるバラが黒点病にやられてしまって、葉が全部落ちてしまって、その後どうしたらいいか分からなくて、でちょっと勉強させていただきたいなと思って、とってもためになりました。で質問しても答えていただいて、また実習でもこう気持ちよく切ってなんかすっきりしますね。なお、この講習会の座学の模様は9月28日からの荒川情報スクエアで放送する予定です。花を植えましても、その肥料の効果はすぐには出てこない。当日剪定したバラはうまくいくと45日後に花を咲かせるということです。秋のバラが楽しみですね。続いてはこちら、8月30日に荒川ふるさと文化館で行われた夏休み子ども博物館荒川職人道場寄せ文字を書こうの話題をお伝えします。荒川ふるさと文化館が小中学生を対象に開催している夏休み子ども博物館、この日は寄せ文字の体験会が行われました。寄せ文字は江戸時代に寄せのビラで書かれていた書体が元になってできた文字と言われています。講師の目軽由香さんは橘流一門として橘さつきの名を許された寄せ文字の技を持つ職人です。また鑑定流文字、江戸文字の修行にも励んでいます。書き方にさまざまな決まりがある寄せ文字、中でも基本となるのが全体の線を太く均一に、そして枠いっぱいに文字を書くことだそうです。子どもたちはメカルさんのお手本を参考に書きたい文字を繰り返し練習します。最後は色紙に一文字を書き入れ、寄せ文字の判を押したら完成です。およそ1時間の体験を通して普段とは違う文字の魅力を感じていました。ちょっと1、2回しかお手本を書いていないんですけれども、実際練習しているところを見ると、あ、こういうところまでちゃんと見てたんだ、こういう筆使いちゃんと見てたんだっていうことに毎回驚かされますね。あ、こういうふうに筆を動かすんだとか、こういう文字があるんだっていうのだけでも触れて知ってもらえれば、それは嬉しいことかなと思って、今日は良かったと思います。
講師のメカルさんは、寄せ文字の体験がいろいろな文字に興味を持つきっかけになってくれたら嬉しいとおっしゃっていました。続いてはこちら、8月30日にアクロス荒川で行われた避難所物品等訓練の話題をお伝えします。障害者団体やボランティアの方たちの活動拠点として、障害のある方が利用しやすいようにさまざまなバリアフリー設備を備えたアクロス荒川。災害時には障害のある方が避難する福祉避難所になります。アクロス荒川では毎年地元の町会と合同で避難所開設訓練を行っていましたが、今年は縮小した規模で行われました。訓練に参加したのはアクロス荒川の職員と荒川区社会福祉協議会、荒川区障害者福祉課の職員ら12人です。福祉避難所とは、災害時に体育館など一般の避難所での避難生活が困難な障害のある方など、特別な配慮を必要とする方が安心して避難できるように開設される避難所です。この日はアクロス荒川で備蓄しているパーテーションの組み立てとアルミベッドの設置訓練を行いました。こちらは手書きの文字が LED で光るボードです。災害時の夜間の情報伝達や聴覚障害者の方への情報伝達手段として活用することを想定し、使用方法を確認しました。アクロス荒川では毎年8月の最終週の日曜日にこういった形の避難訓練、防災訓練を行っております。コロナが明けましたら皆様もぜひご参加ください。この日の訓練では非常用食料や新型コロナウイルス対策グッズの確認も行い、災害時の備えを改めました。以上、ウィークリーニュースでした。